ハーフでーす。ハーフは苦手。福ちゃんが来る前に釣れるだろうか。なの？もうさ、本当に私は45ぐらいに見えるけど、ん？あ、細い？リリ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 リ、あ、本当。ほい。43、4ぐらい。うん。あ、ヒラメ臭い。ゴーン。持ってきた。油とか。もう油だ。ちっちゃい。ミニアブ。ついてないと思ったらやっぱりついてた。しかもでかいフグ。やだ。でかくないこのフグ。最悪。バレた。何これ、あ、ヒラメくせえ。ヒラメちっちゃい、かわいい。ヒラメ。やばいね。歯がね。あのチャンネル。ちょっと移動。私も釣りたい。ハーフのブラコン。感じたいと。釣れてる。これは油子だ。よいしょ、ミニ。あ、いた。いいね。
か飛距離のさ。よかった。バレないで。お願いだからバレないで。おー。やったー。では。おい。でかいんじゃない？一人で測ろう。いやー43。うわ、やべー、くちゃんってる。あ、マジか。あれバレた。ワームだけ食ってたってこと？やられた。食ってる食ってる。あ、いいんじゃない。はあ、45ぐらい。3。もっとでっかく見えるけどね。釣れたね。遠目だったけど。俺遠目で、ああ釣れてるわと思って。まあ、アネゴも釣れたし。うん、私も初めてだと思う、サーフで。あの、ピコラからならあったけど。まあ、あれはね、なんかサーフとも言わなそうな感じだし。テトラファイトだもんね。めっちゃ嬉しい。まあ、二人とも釣れたということで、はい。で、俺もちょうど仕掛けなくなっちゃったから、うん、もう、ここでお開き。もう満足でしょ。満足。ちょうどね、俺ずっと 17.5 使ってて、うん、もう2つしか入ってなかったんだよね。本当、うん、だからもう、あ、ちょうどいいわ、霧、うん、いいし、うん、あんまり粘ってもね、うん、もうやる範囲は大体、だいたい、うん、やったやった、うん、まあもうこの時期になったらサーフだ ね、 そうだね、サーフ油子だね、うん、でも波打ち際とかだから、うん、そこに居ついてるアブだったら多分筋力はかなり強いんじゃないかな、うん、うん、うん、まあどういう状況で暮らしてるのかわかんないけど、でもまあ面白い、うん、まあ動きやすいしね、まあ砂浜だからね、で軽装で行けるし、うん、ライジャケも今回はちょっと波にさらわれた時にひっくり返ると思う。それだったらもう普通に流された方がまだマシかも。まあわからんけどね、どれが正解かは分からんけど。ま、したっけ？